正党カリフは、イスラム教、イスラム帝国の初期の時代において、イスラム共同体を率いたカリフのことを指すスンナ派の用語である。正党カリフ4代のうちアブーバクルを除く3代の正党カリフが暗殺されて、この世を去っている。632年に、神の使徒ムハンマドが死去した後、アブーバクルがイスラム共同体の長に選出された。立田戦争。 ドゥーマとアイコールジャンの戦いを指導し、634年に病没する。以降は同様にイスラム共同体の合議によって選出され継承を行った。634年にカリフに選ばれ、636年にヤルムークの戦い、カーディシーヤの戦い、642年にハーバンドの戦いを指導する。644年に刺されて息を引き取る前に、 後継者候補と選挙方法を残した。644年にカリフに選ばれ、サーサーアン・アサを滅亡させるなど、遠征を集結した。海軍を整え、655年、マストの戦いで、東地中海の正海系を確保した。クルアーンの正式版を編纂し、版ごとの移動をなくした。656年政策に不平を持つ、ムスリム兵の無本により殺害される。 656年、ウスマーンの後を次カリフになる。ムハンマドの妻アイシャとの確執とムアーウィアとの対立により内乱に直面する。ムアーウィアとの講和によりハワーリジュ派が起こる。対立カリフを名乗ったムアーウィアとの戦いに追われる中、661年にハワーリジュ派の資格によって殺害される。661年にアリーがハワーリジュ派に暗殺された後、 うまいや家のムアーウィアが実力でカリフイについてうまいや朝を起こした。ムアーウィアはカリフ世襲の道を開いたため政党カリフの時代は終焉した。アブーバクルーマルウスマーン・アリーハさん、ありがとうございます。